武孝志郎は、日本中央競馬会立党所属の元騎手で調教師。実刑は、竹豊。義士は、佐野良子。ジップは、竹国彦。騎手時代初騎乗は1997年3月1日、阪神競馬第一競争で名称ゆり姫に騎乗し、13頭立ての6着に終わる。3月2日、マイラーズカップで、大隅大空運に騎乗し、 11番人気で快勝。初勝利が重賞。さらには JRA 史上最短記録となるデビュー2日目での重賞勝,勝利という快挙を成し遂げた。同年の JRA 賞で最多勝利新人騎手を受賞した。兄、豊も最多勝利新人騎手を受賞しており、JRA 史上初の兄弟受賞であった。3年目の1999年に自己最多の62勝を挙げ、 関西リーディング6位につける。その後、長い間関西リーディングでは上位につけていた。2000年には、週刊賞を10番人気のティコティコタックで勝ち、GI 初勝利を挙げる。2007年頃を境目に騎乗機会、勝利数ともに加工し始め、2009年には1999年から連続していた連続年重賞勝,勝利もストップ。2011年には、 デビュー以来自己最定の年間7勝に終わる。2013年に名マ万歩で優秀品馬を制し、7年ぶりの GI 勝利、5年ぶりの重賞勝,勝利を挙げる。この年には同馬で、秋華賞とエリザベス城を杯にも勝利した。2016年12月8日、JRA より2017年度調教師試験に合格したことが発表された。 調教師と騎手の兼務はできない JRA の規定に基づき2017年2月26日の阪神競馬での騎乗が最終騎乗となり同年2月28日付をもって騎手を引退した同年3月1日付で調教師免許を取得したがしばらくは旧社は開業せず技術調教師として活動していた立党所属ではあるが旧社開業までは 三保所属である藤沢和夫調教師のもとで活動していた。なお、親戚である武秀俊氏も2017年度調教師試験に合格し、武家の親族二人が同時に調教師として再出発することとなった。2018年3月1日付で旧社を開業。同年3月3日に阪神競馬第一競争で管理場のグアンガーに豊かな手綱で勝利。 管理場の初出走が初勝利となった。また2019年にはハッピーアワーがファルコンステークスを優勝し、長教師としての重賞初制覇を達成した。カッコ内は当該場の優勝重賞競争、太地は g i 級競争。ありがとうございます。